バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターの陽子です。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けすることになると思うんですけれども、相も変わらず皆様最後までイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今夜の陽子はですね、もうめっちゃハッピーというよりパワフルな方が、言葉的には合ってるんじゃないかなと思います。というのもですね、実は10月22日志布志で、まあ、私鹿児島県志布志市出身なんですけれども、その志布志で初めてのワンマンライブをさせていただきます。それでね、感じた、興奮してますね。それでねあのコロナ禍に、ね、なってしまった年の1月に志布志で100名ほどね、いらしていただいたディナーショーを開催することができました。でそれ以来でね、ワンマンライブなんですけれども、まあ、よく何が言いたいかと言いますと、しぶし人がね、まあ、集客がちょっとね、ああ心配だなって思いまして、地元に帰って、いろんな方にねご挨拶行ってきました。私の人生、ほらよくさ、年齢高い方々は最近使われますよね、就活っていう言葉。だけど私にとっても、もうほら35歳だから縁起がね良くないよみたいなねことを言われる方、考えられる方いらっしゃると思うんですけれども、なぜかね、私やっぱり今年ね出産を経験しましたよね。ね、なので就活っていう言葉はね、本当ね、いろんな形で考えられますよ、本当。で、身近にみんながあることだからこそ毎日を大事にしなくてはいけないなって思う35歳なんですけれども、本当ね嬉しいですね。今しぶしでいろんな方にライブするんでいらしてくださいって、もう本当久しぶりですねってご挨拶に行くたびに、ああ分かったって言ってくださって、あと今までこうだったよね、ああだったねって、年齢重ねてこんななったよとか、そうなんですねっていう話にいっぱい花が咲いてね、それがとっても嬉しい。一箇所の滞在時間が30分以上みたいなことがもうね本当嬉しかったですね。でね、ぜひ10月22日もいらしていただきたいし、10月16日は鹿児島県志布志市松山町で初めての音楽フェスが開催されます。松山町のね道の駅なんですけれども、ぜひ遊びにいらしていただきたいです。詳細は陽子のオフィシャルホームページ yokojapan.com もしくは yoko 鹿児島と、陽子鹿児島と検索していただきますと、ホームページはじめいろいろな SNS ご覧いただけますので、ぜひチェックしてください、お願いいたします。ではね、今日も感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思います。皆さんが皆さん同じく歩まれる人生、この後も平和に続く世界を祈ってます。陽子で愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のよ何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会う。
うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。お聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。今ですね、陽子はいろんなことが同時進行しているんですけれども、まあ、働くお母さんの何か応援になれないかなと思ってね、そういうプロジェクトも進めております。皆さん世代ごとに子育てのあり方って変わってるなって感じられませんか？私の母たちはもう60前なんですね。で、私は35でしょ。で、次の世代っていうともう20歳とかそのくらいになってくると思うんですけれども、やっぱり世代世代で男性のあり方も変わっている気がします。もちろんね、女性はね、一昔前は年齢重ねるたびに女性は引き算だという言葉がねふさわしかったのかもしれません。私が見た映画にもね、女性は引き算だからこそこうあってどうだっていう人生の歩み方みたいなことをね、まあ問われていましたけれども、今の、まあ、女性を、まあ、お母さんたちにクローズアップしてね、特にね、まあ、もし私が映画を撮るとするならば、私映画監督じゃないけどいろんな監督しておりますがね、まあ、そうするんだったら多分ね、女性は掛け算だなっていう視点で撮りたいなと思います。というのも、イクメンって呼ばれていたお父さんたち、多分ね、今ね、男性イクメンっていう言葉じゃなくて、男も子育てして何が悪いのとか、当たり前じゃんっていう若い世代の男性が増えていると思いますね。そう思いませんか？うちの弟は34と24なんですけれども、まあ彼たちもね、十分ね、なんていうの、まあ、理解がある、子育てに理解があるメンズだと思いますし、あとうちの父親も、まあ、21、2でパパになった時もね、もう最先端のイクメンだったと思います。うちの父は毎週日曜日しか休みがないようなね、忙しい人だったんですけれども、毎週日曜日は午前中はね、ゆっくりすることがあっても基本どこかに連れて行ってくれていたし、もう子育てね、できるできないとかじゃなくて一緒にね、最大限でしてくれていたなと思います。うちの両親も仲良かったし。でね、何が言いたいかと言いますとね、女性は掛け算だというところに、やっぱり男性のアシストがあって、そして自分たちがこう仕事をするときにきちんとサポートしてくれる行政なり保育所なり、それがね、私は当たり前の環境である今に感謝すべきだなとちょっとね思うんですよね。きっと私が子供の時、35年前とかは、こんなにさ、一時預かりで保育所で預かってくれる場所とかなかったでしょ。きっと保育園に入れる、赤ちゃんを入れるっていうことが当たり前な感じで、まあ、お母さんたちもさ、働けなかったと思うから、多分あの寿退社と、あと出産でお仕事辞める、だから女性は採用できないっていうね、言葉で見られてたかもしれませんけど、今はさ、もう結婚するときに仕事辞める人ってあんまりいないでしょうし、なおかつ出産の育児休暇もフルで取らない人さえもいるんでしょ。やっぱりね、もう生きていくためにとか、今後見据えて、まあ、保育所に小さいうちに入れないと、後々1歳過ぎてから入れれないからっていうお母さんたちもいらっしゃるでしょうしね。皆さん、私がね、バニラスカイでお届けしたいのは、別に自分のね、家のことだけじゃないんですよ。働くお母さんたちっていろんな思いをしながら、切り替え切り替え、もう私たち女優みたいに生きているわけですよね。
人生女優さんです。心も体もまだ伴わない時に、だけど家族の笑顔でさ元気が出ちゃうとかね、うん、もうとにかく単純な生き物っちゃ単純な生き物なんですけれども、そうでね、何が私は伝えられるかなって、楽曲でね何が伝えられるかなと思って最近ねすごいね格闘してますね。英語の歌をね作りたいってずっと言ってますけれども、最近ねいい言葉がいっぱい、人と出会うたびに、人と触れ合うたびに、男性からも女性からも、そして子供たちからもね、そういうね人生のスパイスになるような大事な言葉、うん、私からしたら毎日が宝探しですね。うん、しぶしに私がさもう行って皆さんに来てくださいって営業活動してますって冒頭でお話ししましたけれども、その度にキラキラするね言葉をいただいてます。人生のプレゼントをいただいてます皆さんから。でね、昨日はしぶしに行ったんですけれども、私塾生だったんですけれども、まあ、名前出しても別にいいと思うんだけど、まあね、その塾がおじちゃんとおばちゃんがね経営されてて、もうご高齢になられて、でおじちゃんもねもうこの世界にはいらっしゃらなくて、でおばちゃんがね本当おしどり夫婦っていう言葉がぴったりのお二人 でそのおばちゃんが私挨拶伺ったら、もう覚えてなくてごめんねって、うん、でも歌が好きだからって行くよって言ってくださって、すごく嬉しかったんですけれども、でね話す言葉話す言葉にね、ほんとねおじちゃんのことが大好きだったおばちゃんのね、そのあ私が小さい時に見てた憧れてた二人のままだったんだなと。で私もね昔ながらの人間といいますか、もう1対1でしか恋愛はできないし、まあ、恋愛するならもう好きって思ってね、例えばお付き合いするならもう結婚をするしかないだろうっていう、結婚だろうっていう、まあ、そういうもうシンプルな人間なんですよね。なんですけれども、やっぱりほら最近そういう考え方だけじゃない、ちょっとねアメリカンチックな考え方とかも、まあ、あるみたいですもんね。でまあ私はそのおじいちゃんおばちゃんの姿を見てて、ああ自分があと20年30年した時にね、まあ、私がこの世に命があればね、うん、やっぱりこうパートナーのことはいつまでも愛していたいしなとかいろいろ思ったんですけれども、それと同時に娘が今受験生です。でね、もうおじちゃんおばちゃんの塾に通わせたかったもん。今はないからさ残念だけど。でね、自分は必死に勉強して志望校を通ってってしてて、で娘にもさ何かこう、うん、頑張ってほしい、そういうスイッチを押してほしいって思ってた時に、やっぱなんかこう自然と足が向いたのよね、おばちゃんのところにね。でおばちゃんが私に、今の私にすごく、ね、素敵なねメッセージをいっぱいくださいました。もう本当日常会話の中でね、でね私に頑張ってるもんって、絶対いい日が来るよ、いつかいい日が来るからねって、で頑張ってるからって、だけど頑張らんといかんもんねって、でお勉強は、まあね、お勉強はねすれば、自分がすればねどうにかなるんだけどねって、でもこういう風に歌い手の活動をして、で自分で足を運んでね、いろんな方に営業をしてってご挨拶してっていうことは絶対つながるよって、普通の歌手だったら会えないもんねって、もうなんかね今までの活動すべてが報われて、あ本当女性の人生って掛け算だなーって思いました。もういろんなパワーが溢れちゃってさ、うん、だから帰り道私運転しながらカバーアルバムの曲のね練習をしていたんですけれども、そうするとカバーアルバムの歌詞から汲み取る制作サイドの気持ちとかも溢れてきて、また掛け算になるわけですよ。うわこの曲こうやって歌いたいな、こうやって表現したいな、じゃあ石井さんとねこういう風に発信していきたいなとか、また熱い思いが生まれて、で夜は夜で、まあ、うちのねのんちゃんに赤ちゃんにね授乳しながら、またそこはそこでパワーが生まれて歌詞が溢れてきたわけですよもう今ねすごい、なんかすごいよ陽子もう笑いでしかないみたいな、本当生きているだけで丸儲けっていう言葉は本当ぴったりなんだなとか、
うん、女性はねもう女性はってどこのイントネーション、女性は掛け算だなっていうのをねどんどん広められるアーティストになっていきたいなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ではもう皆さんの平和を願って今夜もお届けしたいと思います。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要、付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛僕の中で生き続ける変わらない、 I love you、 ずっとずっとそばにいよう、愛しくてたまらない、守り抜きたいよ、特別バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。今ね、ヨーコはねもうとにかく楽しいこといっぱいしておりますが、鹿児島から世界に発信されている生身のゆるキャラヒーロー、じゃんけんマン、ぜひ皆さんじゃんけんマンと検索されてください。すぐヒットします。オフのスタイルもね彼は出ていますけれども、まあ、若いんですよ実はね、じゃんけんマン白塗りでね、頭にねあのピースサインのねかぶり物って言っちゃうか角なんだあれまあ生えている、まあ、全身真っ白のじゃんけんマンなんですけれども、イッシーさんが曲を作ってくださり、ヨーコが歌詞を書いております。じゃんけんマンの新曲が今制作ね、しておりまして、でミュージックビデオの制作も始まっています。でね、彼は11月
カタールで開催されるワールドカップに今年も伺うみたいですね。で、カタールに日本はとても支援していただいていると。で、その子供たちと、日本の子供たちと一緒にカタールへ渡ってお礼を伝えよう、日本代表としていつもありがとうございます。で、震災にあった子供たちがね、本当支援を受けているからこそ、今年は最低3カ所から熊本からもね、彼は慈善活動をいつもされていて、熊本によく行っているんです、チームで、じゃんけんチームでね。で、今回熊本の震災にあった、ね、子供たちからも一人は、絶対一人はね、カタールに連れて行きたいということで募金活動をされております。で、その活動とはまだ別に、彼自身子供たちとすごく関わっていらっしゃるので、新曲を引っ提げてね、いろんな子供たちと音時間、パワフルなね、笑顔時間を過ごしたいということで、今ね、私たちと一緒に新曲作ってますが、そちらもクラウドファンディングで進めています。ぜひ彼の SNS チェックされて、ご支援いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。彼こそ本当に世界中飛び回ってるんでね、ご支援いただきたい。鹿児島のことでしょうじゃないんです。沖縄はじめ、もう沖縄から上は北海道まではもう当たり前のように飛び回ってますからね、ぜひぜひご支援いただきたいと思います。陽子の思いも彼の中にはいっぱいね、込めて活動していただけると思ってね、彼の活動を私も一緒に支援しておりますので、ぜひぜひご協力お願いいたします。では最後にお聴きいただきたい曲です。陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら、変わらないなら、選ぶ先にあなたがいる、未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。全てではない。空を見上げて、心を強く。赤ちゃんってさ、もう平和だよね。今日はね、皆さんお声がね、聞こえているかもしれませんが、収録のところに歩行器参戦でおります。収録をめちゃくちゃね、ハッピーにしてくれておりますが、皆さん何をしたいですか？全国旅行支援とか始まりましたけれども、ミュージシャンがね、移動に使いたいなと思って見ておりましたが、ちょうど10月ね、
移動の時で航空券高いから安くならないかなと思って見てたんですけれども、鹿児島はまだ始まりませんね。始まってるサイトもあるのかな、明日ぐらいから始まるんでしょうか、鹿児島。とにかく皆さんね、感染症対策バッチシで、みんなで会いたい人に会いに行ったり、ね、楽しいことを、思い出を作っていただけたらと思います。よくはですね、皆さんのことを思って発信しておりますが、皆さんからのメッセージも大募集していますからね、引き続きよろしくお願いいたします。最後の曲お聴きいただいてます。こちらも平和を願って作った楽曲です。 Beautiful Days。 皆さん今週もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。よろしいですか、約束ですよ。ではでは皆さんと一緒に、せーの、バイバイハッピー。